はい、どうぞ。吉川沙織さん。立憲民主党の吉川沙織でございます。本日の省庁別審査は国会所管も含まれることから、前回私平成28年4月20日党委員会で質疑に立っておりますので、その比較から行わせていただきたいと思います。平成28年4月20日の党委員会においては、平成26年度国会所管歳出決算から議案類印刷費を取り上げました。平成26年度と今回の審査対象である令和元年度における議案類印刷費と、そのうち会議録に関する費用の推移について、参議院事務総長、衆議院事務総長にそれぞれお伺いいたします。岡村参議院事務総長。議案類印刷費の支出済み歳出額は、平成26年度が約4億4600万円、令和元年度が約3億2500万円でございます。そのうち、本会議および委員会の会議録に関する費用の額は、平成26年度が約2億3700万円、令和元年度が約1億6000万円でございます。衆議院、岡田衆議院事務総長。衆議院における議案類印刷費の決算額は、平成26年度は約5億8500万円に対し、令和元年度は約4億6700万円となっております。そのうち、会議録の印刷等に要した費用は、平成26年度は約2億9300万円に対し、令和元年度は約2億3100万円となっております。吉川沙織さん。平成26年度決算分と、今回の審査対象である令和元年度の決算における議案類印刷費と会議録の推移を教えていただきました。平成26年度と今回対象の令和元年度決算において、議案類印刷費も会議録の費用も提言をしています。私はこの平成28年4月20日の党委員会において、参議院規則の中に、印刷して各議員に配布するとされた条文番号をすべて紹介して、時代背景や財政環境を取り上げて、そろそろ見直す必要があるのではないかと指摘申し上げました。その後、一部ではありますがペーパーレスの取り組みが一定程度進んだ結果が今回の決算であると思います。議案類印刷費に含まれる会議録、これは憲法第57条にも規定されるように重要なものですが、参議院事務総長と衆議院事務総長にそれぞれから改めて会議録の重要性について答弁をいただきたいと思います。岡村参議院事務総長。憲法57条1項は会議の公開原則を定めておりますが、本会議の会議録に関しましては、この原則を担保するものとして保存・公表・頒布が同条2項で規定されております。委員会の会議録に関しては憲法上の定めはございませんが、参議院規則56条において会議録の作成について規定されております。会議録は会議体が生み出す大切な宝物であり、会議の議題、議事、発言等が記録され永久に保存されることで、将来にわたって参照され続けるという点で非常に重要なものと認識しております。岡田衆議院事務総長。お答えいたします。議員の会議録につきましては、憲法第57条第2項で、その保存、公表、頒布を義務付けております。その趣旨は、議員の会議の内容を国民の前に明らかにし、議員の活動を国民の監視のもとに置こうとするものでございまして、このような意味で、会議録は議会制民主主義にとりまして、大変重要な役割を担うものであり、院に永久に保存されるものと認識をしております。吉川沙織さん。今、参議院事務総長、衆議院事務総長からそれぞれ会議録が憲法の定めにあるということ、それから議会制民主主義にとって大変重要な役割を担うからこそ、院に永久に保存される宝物であるという答弁がありました。実は同じ問い、平成28年4月20日の決算委員会でもさせていただいておりまして、当時の参議院事務総長からも、当時の衆議院事務総長からも同様の答弁をいただいております。そしてまた今日もこうやって省庁別審査の5回目行われておりますし、私たちの発言、それから政府や国会側の答弁というものは、すべて会議録として残っていくものであります。だからこそ、事実と異なる部分があってはならない、こういうものだと思っています。その会議録はもちろん政府答弁も含まれるわけですが、令和2年12月24日、前内閣総理大臣が
衆参両院議長に対し、国会で答弁した内容の答弁訂正の申し入れを行ったと承知しておりますが、その内容について参議院にお伺いいたします。岡村参議院事務総長。昨年12月24日、安倍晋三衆議院議員から議長に対し、答弁訂正に関する発言の申し出が文書でございました。本文を読み上げます。私が本会議及び委員会において、内閣総理大臣として行った答弁について、事実と異なる部分があることが判明いたしましたので、答弁を訂正する発言を行わせていただきたいと存じます。お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。以上が文書の内容でございます。吉川沙織さん。この申し入れについては、同日、衆議院議長に対しても行われたと承知しておりますが、それでよいか、衆議院側にお伺いいたします。岡田衆議院事務総長。その通りでございます。吉川沙織さん。令和2年12月24日、衆参両院議長に対して、前内閣総理大臣から、本会議や委員会で行った答弁について、事実と異なる部分があるという申し出がございました。で、答弁を訂正する発言を行わせていただきたいということであったんですが、では、会議録の訂正はどのような手続きによって行われるのか、参議院事務総長に伺います。岡村参議院事務総長。会議録の訂正については、参議院規則158条において、発言した議員は会議録について、各議員への提供がなされた日の翌日の午後5時までに、発言の訂正を求めることができる。ただし、訂正は軸に限るものとし、発言の趣旨を変更することができないと規定されております。参議院宣令録386においても、議員の会議において発言した議員、国務大臣等は、発言の趣旨を変更しない限り、発言の軸の訂正を求めることができるが、その申し出は会議録配布の翌日の午後5時までとするとされております。吉川沙織さん。今、事務総長から参議院規則第158条、並びに参議院宣令録386を引いて、会議録を訂正する場合のルールについて答弁をいただきました。2つともに共通するのは、翌日午後5時までということになっていますが、じゃあ、訂正期限を過ぎた場合の取り扱いはどうなるのか、合わせて参議院に伺います。岡村参議院事務総長。先ほどの参議院規則158条の規定によりまして、訂正の期限を過ぎた発言の訂正は認められていないところでございます。吉川沙織さん。令和2年12月24日に前内閣総理大臣が衆参両院議長に対して行った答弁訂正に関する発言の申し出についてと思われる部分は、多分令和元年11月20日以降の答弁ですので、もう翌日の午後5時以降はとっくに過ぎてますので、答弁の訂正自体は法規先例上できないということになります。ただ、令和2年12月24日に前内閣総理大臣から衆参両院議長に対して、このような申し出があったことから、その機会として立法府は、翌12月25日の議院運営委員会にて、その申し出の機会を設けるための委員会を開会いたしました。私も12月24日、この件を議院運営委員会理事会で扱い、本件につき、どの部分を訂正したいのか教えてくださいと具体的にお願いし続けているんですが、12月25日の参議院の議員運営委員会においても、それ以降の議員運営委員会理事会においても、いまだその明らかになっていないところです。本件について、令和元年11月20日から令和2年3月4日までの衆議院および参議院の本会議および委員会において、1つ、事務所の関与の有無、2つ、明細書の有無、3つ、差額の補填の有無について、前内閣総理大臣が答弁している回数を衆議院調査局と参議院に伺います。衆議院、佐野衆議院副、調査局長。
お答えいたします。昨年12月に調査依頼を受けました衆議院の調査室におきまして、桜を見る会前日の夕食会に関し、先生ご指摘の3点について安倍前総理大臣の答弁回数を調査いたしましたところ、事務所の関与の有無についての答弁は70回、明細書の有無についての答弁は20回、差額の補填の有無についての答弁は28回あり、合計で118回でございました。なお答弁回数のカウントにあたりましては、一続きの答弁の中で同じ内容のが複数回言及されている場合や、答弁の間に委員長の議事整理のご発言が入っている場合もそれぞれ1回としてカウントさせていただいております。答弁回数につきましては、どの発言を含めるのか、またどの発言を1回とカウントするのか等によって回数が変わり得ますことをご理解いただければと存じます。岡村参議院事務総長。安倍前内閣総理大臣が総理在任中に桜を見る会のいわゆる前夜祭に関連して答弁されたものにつきまして、参議院及び衆議院の本会議委員会の会議録を対象に調査室で調べました結果、事務所の関与の有無についての答弁は70回、明細書の有無についての答弁は25回、差額の補填の有無についての答弁は27回、合計で122回の答弁を確認しております。吉川沙織さん。衆議院のカウントでは118回、参議院のカウントでは122回ということでした。衆参の調査結果でこれ違いが出ているということになりますが、衆議院調査局長の今の答弁にございました通り、どの発言を含めるのか、どの発言を1回としてカウントするのかによって違いが出るのは当然のことだと思います。事実と異なる部分については答弁者たる前内閣総理大臣しか分かりえないことだからです。私自身も当該会議録すべてに目を通しましたが、差額の補填の有無や事務所の関与の有無について明らかに事実に反する答弁が多くありました。つまり事実に反する会議録がそのまま公開されてしまっている状態に相違なく、憲法に規定される会議録の信頼性が揺らいでしまいます。また院に永久に保存される以上、後世の参照にも私は耐えられないと思います。法規先例上、先ほども申し上げました通り、会議録の訂正はできないとしても、事実に反する箇所がせめて明らかにならなければ説明責任を果たしたということにはならないと思います。行政府の長たる前総理の答弁であり、これを明らかにすることが行政監視の観点からも必要であると考えます。その行政監視機能については、平成30年6月1日参議院改革協議会報告書、参議院における行政監視機能の強化が各会派合意のもと取りまとめられました。この改革協報告書が取りまとめられてから来月1日で3年が経過することになりますが、この間の活動実績等についてお伺いしたいと思います。改革協報告書に基づき、新たな行政監視の年間サイクルの起点となる本会議質疑は、初めて行われたのが昨年6月5日であり、私自身も本会議質疑立たせていただきました。では、昨年6月5日以降、行政監視委員会および小委員会が質疑を行った日付について、参議院事務総長に伺います。岡村参議院事務総長。令和2年6月5日の本会議の後、行政監視委員会において質疑を行われましたのは、本年4月7日と4月19日の2回、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会において質疑が行われましたのは、令和2年11月30日、本年4月12日と4月26日の3回でございます。吉川沙織さん。親委員会が2回、小委員会が3回という答弁でございました。では、昨年の臨時会は、新型コロナウイルス感染症の感染者が急増する中で、会期を延長することなく閉会をしてしまいました。感染状況や直面する課題を踏まえ、閉会中審査を行った委員会もあると承知しております。昨年臨時会閉会後を含め、新たな年間サイクルが始まった令和2年6月5日の本会議以降、
行政監視委員会は閉会中審査を行いましたでしょうか。参議院事務総長に伺います。岡村参議院事務総長。令和2年6月5日の本会議の後、行政監視委員会の閉会中の開会はございません。吉川沙織さん。平成30年6月1日にまとめられました改革協報告書では何て書いてあるかと申し上げますと、行政監視委員会の通年的活動のため閉会中も活動すると明示されていたことから、会派として閉会中審査を要求したにもかかわらず実現しませんでした。また先ほども申し上げましたが、トータルで親委員会小委員会合わせて5回の質疑のうち4回は先月4月に集中しており、これって通年的と言えるのか甚だ疑問です。通年というのは年間を通してという意味に解するのがごく自然なことではないかと思います。改革協報告書ではこうも書いてあります。申し上げます。より充実した調査を行うため行政監視委員会の委員数の増員を行うと明記されました。行政監視委員会の委員数の増員について参議院に確認いたします。岡村参議院事務総長。行政監視委員会の委員数につきましては平成30年6月の参議院改革協議会報告書において、より充実した調査を行うため行政監視委員会の委員数の増員を行うものとするとされたことを受けまして、同年7月に参議院規則が改正され、令和元年の通常選挙後に召集された第199回国会より30名から35名に増員されたところでございます。吉川沙織さん。行政監視委員会はそれまで30名だったところが、より充実した調査を行うために規則を改正して35名になったということです。ではこれまで設置された小委員会、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会の委員数について参議院にお伺いいたします。岡村参議院事務総長。小委員の数は17名でございます。吉川沙織さん。昨年秋以降、親委員会の質疑は対政府質疑1回、参考人質疑1回の計2回、小委員会の質疑回数は3回、仮にトータルで合わせたとしても、5回で今期の活動を締めくくるということになってしまえば、親委員会、小委員会を通じて質疑する機会がないままに、委員会を外れる議員も出てくることになるでしょう。また、小委員会が1個、複数設置って、この前も答弁あったんですけど、小委員会が1つだけの状況で、小委員会の方の活動が主体となれば、小委員会に所属していない18、35から17引けば18人余りますので、18人の委員は、行政監視委員会の調査の充実に貢献していると言えるのか、これも甚だ疑問です。委員35名すべてが活動することを前提に、予算が組まれているのではないかとも思います。先週5月12日の倫理選挙特別委員会において、参議院議員定数増を内容とする平成30年改正公選法の質疑の際、発議者の自民党議員がこう答弁していたと紹介しました。行政監視委員会では各省庁の問題や不祥事に対し、閉会中も含め通年的や小委員会の複数設置により、常時目を光らせていく、こういう答弁があった。にもかかわらず、今ほど確認させていただきましたとおり、現状は著しく齟齬がある、これも5月12日の委員会で私、指摘申し上げました。この指摘に対し、自民党議員からは、昨年4月13日の行政監視機能の強化に関する申し合わせについて触れ、申し合わせ事項に沿って委員会の運営がなされている旨、答弁がございました。改革協報告書は本院ウェブサイトに本院の今後の取り組み方針として国民に広く公開しています。一方で、この申し合わせは公開されていません。では、この答弁で触れられた、行政監視機能の強化に関する申し合わせの概要について、参議院に伺います。岡村参議院事務総長。令和2年4月13日、行政監視委員会理事会において合意されました、行政監視機能の強化に関する申し合わせは、参議院改革協議会報告書で提言された、参議院の行政監視機能の強化を具体化するための行政監視委員会の運営方針等を内容としており、1、
行政監視委員会の在り方、基本原則、2、調査にあたっての視点、活用対象等、3、審議ルール、4、新たな行政監視の年間サイクルの4項目から構成されております。吉川沙織さん。基本的に3回計報告書をなぞったような内容にはなっておりますが、では、この申し合わせにおける調査項目の選定に関する記述はどうなっていますか。岡村参議院事務総長。行政監視委員会理事会申し合わせには、本委員会は議題についての自由な質疑を旨とし、調査項目の具体的な選定については理事会において協議すると記されております。吉川沙織さん。参議院規則第42条第1項は議題に関する委員の発言について定めていますが、その内容について教えてください。岡村参議院事務総長。本院規則42条1項におきましては、委員は議題について自由に質疑し意見を述べることができると規定されております。吉川沙織さん。つまり去年4月13日の申し合わせは、本委員会は議題について自由な質疑を旨としと書いてあり、本院規則第42条第1項は議題について自由に質疑することを定めています。では行政監視委員会の調査事件についてお伺いいたします。岡村参議院事務総長。行政監視委員会の調査事件は、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査でございます。吉川沙織さん。委員会における国政調査は、議案の審査及び調査事件の調査のため、それぞれの所管に応じて行われております。行政監視委員会で対政府質疑が行われた今期最初の4月7日の委員会冒頭で諮られたのが調査事件であり、従来から行政監視委員会は、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を調査事件として調査を行ってきました。この点に関して、3回計報告書や委員会申し合わせの前後で変化は全くございません。行政監視は行政全般を対象とする広い概念です。参議院規則の規定と行政監視委員会の調査事件から委員会の申し合わせを解釈すれば、行政全般を対象として自由に質疑し、意見を述べることができるのが大原則です。つまり、委員会申し合わせは報告書の具体化のため、調査項目の選定を行う、その一方で、各議員の質問権を十分に尊重していくことを合意したものであり、調査項目が質問権を制約することがあってはならないと言えます。平成30年6月1日の3回計報告書では、こうも書いてあります。決算審査の充実とともに、行政の適正な執行、監視、監督することを活動の柱の一つとするものとされました。決算委員会の委員数についてお伺いいたします。岡村参議院事務総長。決算委員会の委員の数は30名でございます。委員長。吉川沙織さん。決算委員会、この委員会でございますが、30名の委員の数です。行政監視委員会は、決算委員の委員数30名を超える35名を要するに至った以上、行政監視委員会はこの決算委員会に見劣りしない活動を行っていく体制は整ったということが言えるのではないかと思います。決算審査の充実については、昭和46年以降、参議院改革のテーマとして議論が重ねられてきました。一方、平成10年に参議院改革の一環として設置された行政監視委員会は、平成30年6月1日の3回計報告書で、委員全体として取り組むとされながら、議論の蓄積は十分になされていません。決算審査については、長年にわたる努力の結果、今日行っている省庁別審査もそうですが、年間の審査の流れ、定着していますが、基本的な審査過程について、参議院事務総長に伺います。岡村参議院事務総長。決算につきましては、本会議で報告質疑が行われた後、決算委員会においてまず概要説明を聴取し、質疑が行われております。決算委員会における質疑は通常、全般質疑、省庁別審査、
準総括質疑、締めくくり総括質疑の順で行われております。その後、決算委員会で採決が行われ、本会議に上程されております。吉川沙織さん。この決算委員会は本当参議院改革協議会、それから参議院改革の一環として昭和46年から何度も何度も議論をされ、今の形になっています。例えば平成15年5月7日参議院改革協議会で決めたことの一つに決算の早期提出があります。平成15年度決算以降は会計年度翌年の11月20日前後に国会に提出するよう政府に要請をし、平成16年11月19日に平成15年度決算が従来よりも時期を早めて提出されるに至っています。今では当たり前のように、今事務総長から答弁があったとおり、本会議で報告聴取、概要説明、全般質疑行われています。この本会議報告聴取も、それから全般質疑も締めくくり総括質疑も、基本的に全大臣が、総理はじめ全大臣が出席し、NHK の中継入りで行われるということが通例になっており、委員全体として取り組む強い姿勢を示すのに有効なロールモデルとなっています。これに三会計報告書で示されたテーマ別の小委員会や副大臣を活用した機動的な活動を組み合わせていくことで、委員数増、それから行政監視委員会、定員数を増やしたのは、平成30年改正公選法で私たちは反対しましたけれども、参議院議員定数増と特定枠を導入することに伴って、ある意味アリバイ的になされたものではありますが、委員全体として取り組むという強い姿勢を公表して示したのですから、それはふさわしい活動の体裁を整えていかなければいけないと思います。来月上旬には政策評価の年次報告が提出され、本会議報告聴取質疑を行うことになります。次期年間サイクルの始動にあたっては、この決算審査と遜色ない活動の第一歩として、本会議への総理出席を会派を超えて実現していく必要があるのではないかと思います。国会における行政監視とは、行政の誠実ではない活動、行政による不正あるいは不当な活動を国会で正すことにあります。立法府がその事実関係を正すことについては、与党か野党かは関係なく、その機能の発揮であり、異論はないはずです。その場こそ、この決算委員会だったり、行政監視委員会、行政監視委員会は行政監視機能を有する立法府の委員会です。行政監視機能の強化を本院の活動の柱とすると、会派を超えて合意した参議院改革協議会の報告書は、国民に対する本院の意思表示であるということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。勝部。